運行事業者ごとに乗車券が異なる不便を解消した機関バスの例共通乗車制度。共通乗車とは、鉄道、乗り合いバスなどで一定の範囲内において乗車券類を複数の事業者で共通運用する制度である。日本では面的な共通化が、加速鉄道、バスなどの事業者が複数並存し、原則として 事業者ごとに、運賃体系が独立している国、地域において、特定の区域内、並行、同一区間、共同運行などにおいて、2つ以上の事業者が乗車券を共通化するものである。各事業者発行の乗車券を共通化する事例と、共同で乗車券を制作する事例がある。これにより、旅客が利用したい事業者ごとに乗車券を購入したり、 事業者が異なることで、手持ちの乗車券が利用できない問題を解決し、利便性を向上させるものである。事業者にとっては、乗車券にかかる取扱いが能率化されるた、公共交通機関全体の利便向上につながり、多様な移動需要の受け皿となれる。バスの共同運行について、共通乗車は原則であり、逆に共同運行していなくても共通乗車にする。 ことはできる。共通乗車に参加している事業者は、おおむね運賃プール制を採用し、後々輸送実績などにより、事業者に分配される。なお、ヨーロッパなどでは、主要都市圏において、交通連合による、運賃体系そのものの共通化が行われている。大小多数の公共交通事業者がひしめき合っている。日本では、原則として、運賃制度と乗車券は、 事業者ごとに別々であるものの、指定された事業者の路線または便しか使えないことは、極めて不便であるため、高速バス、空港連絡バス、近距離の一般路線バスなど各地で事例がある。ただし、1990年代以降大都市圏などでは、パスも、ピタパなど共通カードにとって変わられつつあり、路線、区間ごとの共通化から、面的な共通化に移行しつつある。 カードや特別規格乗車券を除くと鉄道においては1970年代以降縮小傾向にあるが、旧国鉄の大部分を分割継承した JR 各社では各社の鉄道線乗車券は原則共通で一種の共通乗車となっている。古くは並行する鉄道各事業車線のどちらにも乗れる共通乗車券や 旅客が任意に区間を選べる選択乗車制が存在した。また、タクシーの共通乗車券が存在する。香港では、香港 MTR、路線バス、香港トラム、軽鉄、フェリーなどで共通乗車できる前払い式のストアードフェアカードオクトパスが普及しており、観光客にも利用されている。台湾では、台北都市運や高尾都市運といった。 都市運格線、台北市宿公社などの市内バス、高速バス、台湾鉄路管理局、フェリーまで共通乗車できる前払い式のストアードフェアカード UU や一通りが普及している。共同運行便と違い現金に関してはそのまま、収受した会社の利益になり、事業者発行の乗車権類に関してはそれぞれ取りまとめた上で、 それぞれ乗車券を発券した事業者に請求する方式が取られている。共通乗車券の場合は発券業務を取りまとめる漢字会社より利用状況に応じて分配される。共同運行の場合はそれぞれの事業者が設定した乗り場に乗り入れる例が多いが共通乗車の場合は乗り場の指定がそれぞれの地域で違いがあり高速バスに関しては 自治体等が設置したバスターミナルに乗り入れる場合においてもバスレーン等の乗り場が違う場合がある。またバスターミナルを設置していても片方の運行会社は乗り入れずターミナル近隣の路上や JR 駅等に乗車場所を設定する例もある。その場合においても乗車券は共有できるよう利便が図られており、近年においては乗客の利便向上のためそれぞれ バスターミナル乗り入れを開放している例がある。共通乗車権制または旅客の選択乗車に任せ、旅客に利便であると同時に、運輸機関も取り扱いが能率化される効果があった。共同運行区間での名鉄バスとの共通乗車制度私学札高原線見としない共通回数見学者の旅客営業規則が共通な上、 発売区間が重複している国鉄と、どちらも、乗車可能連絡運輸規則の選択乗車、札幌駅前ターミナル等における、南レーン中央バス乗り場と、中レーン、道南バスの例で、中央バスの高速苫小牧号と道南バスの高速ハスカップ号など、苫小牧においては、苫小牧駅前道南バス窓口前にて、共有しているが、札幌駅前に関しては、 それぞれの会社が使用するレーンに乗り入れている。北海道中央バス、道南バスにおける高速室蘭号や高速白鳥号などで札幌市における中央バス、札幌ターミナル、室蘭市における道南バス、東町ターミナル等。ありがとうございます。